皆さんこんにちは、ふうわチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ついに始まりましたね、ミニ四駆グランプリニューイヤーの応募が本日から開催されております。ということで、僕自身もですね、1月の27日ニューイヤー大会の品川東京大会の方にですね、出場いたしますので、またねそこで皆様と明けましておめでとうございますの挨拶ができる日を楽しみにしております。もう一つ、12月に入りました。12月に入ったのでクリスマスプレゼントの企画をやっていきたいんですが、どうやら今年はすごいことになりそうです。まあ、もちろんね、皆様の声を、たくさん聞かせていただきまして、例えば、加工ローラーだったり、で、そういうのはね、もう本当に用意させていただきまして、現在ですね、加工ローラー、3台分注文しております。3台分プラス、レアキットなど、購入しておりまして、それに加えてですよ、さらに、メスブタさんや、ポテンシャルレーシングさんから、皆様に向けて、たくさんのね、プレゼントいただいております。もう本当にすごい。今年はね、今年のクリスマスは本当にすごくなると思います。まあ、そういったもう内容もある程度こう定まってきた中で、やっぱちょっと悩むのが、数が多くなってきたわけ。プレゼントの数が多くなってきて、たくさんの人に、ていくプレゼントなのか、それともそれをもう固めて、少ない数でいくのかっていう、それも要はだからギャンブル性に特化するのか、ある程度みんなに結構な確率で当たる方がいいのか、そこをねやっぱり今回の、コメントとかでね決めていただければいいかなと思います。でね、やっぱりね、ちょっとここの部分ちょっと難しいところではあるんですけれども、シロッコが作ったマシュクリスマスプレゼントね、何が欲しいかとか皆さんのコメント見させていただいたんですが、シロッコが作ったマシンっていうのはもちろん前回あげてますから、できないことはないんですけどね、最近よく言われているそのレギュ的にどうなのっていうね、レギュ警察の方々がいらっしゃいますから、そこの部分ね、もうちょっと考慮させてください。もしそれでいけそうであれば、それ用にマシンをどうにか組んでプレゼントっていう形にはできるかもしれないです。で、前回の先取り情報のクリスマスプレゼント当選者の発表させていただきます。今僕見ないでこのコメント欄ずっとスクロールしながらこうやって遊んでるんです。今こう喋りながらね、これでピタって止めたところにしようかなって思ってるんですよね。止めちゃうもん、いくよ、ピタ、今この僕が親指で止まってるところ、じゃ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 ん、はい、ということでプレゼント先取り情報の当選者は大野勇さんに当選いたしましたので、大野勇さん、ツイッターの方から僕の方にご連絡ください。で、クリスマスプレゼントの、最終の抽選会っていうのは、クリスマスよりも前に行います。ですので、おそらく、いつだろうな、20日台の、その辺でやると思いますので、そこら辺ちょっと警戒しておいてください。クリスマスのライブ放送だったり、そういった放送の中で、必ず必要になってくるのが、サブチャンネルの登録になりますので、サブチャンネルの登録、必ず行っておいてください。というのでクリスマス近くなってきましたんで、ニューイヤーとねクリスマス楽しんでいきましょう。この動画面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。